校で体操服の下の肌着着用が禁止されていて、で男性教師が女子児童の胸の成長をチェックして OK を出せば着用が認められると、それまでは認められないという報道がされて、まあ、かなり衝撃が広がっているわけです。で通告はしてないんですけれども、やっぱりこの肌着禁止ルールで、なおかつ男性教師による体のチェック、あまりにひどいと思うんですが、いかがでしょうか。萩生田大臣。それは高校生ですか、中学生、小学校で、それは高校生ですか、中学生、小学校で、それは高校生ですか、中学生、小学校で、조선민주주의인민공화국핵무기연구소상명대륙간탄도장착용중소탄시험에서완전상명조선노동당인민의군용을한몸에안고우리가바라는동가리니서모두다높여주십시오